はいどうもお疲れ様です12月12日朝6時15分の相場解説になりますえ昨日ちょっと振り返りたいと思いますけどもえ大きく値段を下げて6円ぐらいのね差を作ったのが昨日じゃあ、ね、先週の木曜日金曜日でした6円ぐらいの差っていうとこの陰線が始まってこのげ先までねそのぐらいの価格になりますけども月曜日やこれが下げ止まって上に向かうよってことをね お話ししましたこれはもう月曜日の時点というよりもすでに先週の時点でそうなるってことをお話したと思いますけども実際そうなりましたねこういうふうにねだから昨日月曜日はあリスクの取れる方は倍で利益を上げることができるという見込みだったんですけどもそれはその通りになりましたで今週なんですけども、えー、このね移動平均線から大きく乖離したものが戻ってきてさらに下落のトレンドは継続すると思います しかし、先週がこの大きな陰線で終わってますからね、今週としてはそこよりは下がったところで止まるんじゃないかなと思いますよね。それもこの度何度かお話してきたことですけども、じゃあね、今日はどんな戦術で行くんでしょうかってことになります。先週6円落ちた分の5円ほどはもう戻っちゃいましたんで、あと残り1円を今日詰めていくのかどうかってことになります。 で、結論言うとね、えー、まあそうはならないんじゃないかなってことですよね。<laughs> 多少はね、詰めていくと思いますよ。ただ1円の差を埋めるほどにはならないんじゃないかなと思います。この差ですよね。ここは埋まらないんじゃないかなと思いますね。で、どちらかというと1646円付近をめどに新しいマーケットを作って、やっぱりレンジに戻ると思うんですよ。 こちらのレンジとは同じ水準じゃないんだけどもちょっと低いところにレンジを作るんじゃないかなってところですよねなぜなら下りのトレンドに入ってるんで同じところにマーケットを作るとまあそういうのは考えにくいかなってところなんですよどちらかというとちょっと下の方に新しいマーケットを作るという風に考えた方がこのトレンドをね守っていくことになると思いますんで、えー、考えたとしてはテクニカル的に沿ったものになってると思います 1> で1時間の方を見ていくわけですけどもそうなるとね、えー、今こちらの方があの移動平均線ぶつかってますんで上昇していくと思うんですがその上昇角ってのがねここまでいくかなってことなんですよここまではちょっと行かないんじゃないかなとだじわりと上がるけどもそこそこのとこで止まるんじゃないかなと思いますまあとりあえず倍で入るのは間違いあの少ないと思いますんで今この時点で倍に入るなり 赤いいところににぶつかかってから倍入るという決断をするうすのでエントリーポイントを探してもらいたいと思いますけども前の放送ですでにね倍の方であのポジションを取っている方がいると思いますその方は今含みゾンになってますんで早めに入れればね引き受けないといけないリスクもあるってことなんでそれはもう今さらどうしようもないところだと思いますそれも織り込み済みでエントリーはされてると思いますんでねただ今日の方向性としてはもう多少ね倍の方に向かって例えば146円の とかね147円にはいかないまでも146円の7080ぐらいまでは上昇していくんではなかろうかっていうふうな見込みですはいそれではですねえー、エントリーする方はもうエントリーしていきましょうバイデでエントリーですね